こんにちは、受験情報チャンネルのブラック先生です。シリーズの続きで、今日取り上げるのは川越女子高校です。例によってですね、11月の、この段階での、合格点予想ということになりますので、倍率は、前回、今年の春の受験と同じ倍率 1.34 倍を適用して、で、平均点も今年の春の受験の時の平均点と同じになるという仮定のもとに計算をしています。ですので、これから迎える受験の時のボーダーというよりも、12月1月の北進テストで、ぜひこの辺の点数を目標にして頑張っていただければなという点数と捉えていただければなと思います。で、もし仮にですね12月1月で、目標とする点数取れなかったとしても2月の最後の伸びをぜひ考えていただいて、で、志望校として川越女子高校を志望するのか願書を出すのかどうなのかの参考にしていただければなと思います。で、こちらが、川越女子高校の普通科、の、選抜基準という形になります。で、例によって上半分で下半分は、ちょん切っています。で、下半分の方の特別活動の記録とその他の項目の方は、川越女子高校の場合はだいぶ点数的には、あまり振られてない、割り振られていない状態で、60点しかありませんので、こちらだいぶ考慮しなくてもいい状態なんじゃないのかなという、他校に比べるとのお話ですけれども、そういうことが言えるかもしれないです。で、今回の計算の根拠としている、1行目ですね、学習の記録の得点というところですけれども、通信簿の得点と考えていただければ、よろしいかと思います。で、中学1年生、2年生は1倍で、3年生だけ2倍にするよということで、合計点180点で、その他の特別活動とその他の項目を合わせて240点満点で集計するという形になっています。で、一次選抜の入学許可者、要は合格者の 60% をまず決める一次選抜ですけれども、こちらは240点で集計した調査書の点数を334点まで、先日取り上げた男子校の川越高校と同じような形で、内申書の点数をだいぶここで大きく膨らませて、で、当日の学力検査、入試ですね、の試験との合計点で争うよという形になります。で、二次選抜の方の 40% 残りの 40% の合格者を決める段階では、この240点を215点まで圧縮して、当日の試験の点数に重きを置くような形で順位付けをし直して、で、残りの 40% の合格者を決めますよという形になります。ですので、女子校というところを捉えても内申点の高いお子さんが、比較的多いのかな、男の子に比べると、女の子の方が内申点、高い傾向がありますので、内申点の高いお子さんが、受験に しに来るということを考えると、調査書の点数こちらが、大きく膨らませてもらえる240点を334点に大きく膨らませて、順位付けをしてくれるこの一次選抜の方で、ぜひ合格が勝ち取れるように、内申点をしっかり持ったお子さんにぜひ受験していただきたい高校ということになってしまうのかなということになります。ただそうは言ってもですね、今から内申点を動かすことはできませんので、そうすると、チャレンジ勢というのは、内申点を240点を215点ですので、ほんの微々たる圧縮しかしない中で、当日の学力検査で、しっかり差をつけて合格を勝ち取らなければならないとい特色のある高校ということになってくるかと思います。で、その上でですね、私の計算結果ですけれどもこんな形で出てきています。女子校ですので内申点を比較的高く持っているお子さんが受験に来るということを想定すると、内申点40点から42点ぐらい、この辺を持っているお子さんが受験に来て、400点を超えるところでしっかり合格をしていく高校と見て、取ることができます。ただし、このぐらいの内申点、40から42を持っているお子さんですと、仮に400点を割り込んだとしてもこれ以下だとちょっと厳しいよねというラインが、360点から50点ラインまで、下にありますので、
まあ、仮に400点が取れなかったとしてもあまり悲観せず、370-80点でもしっかり勝負ができる高校ということが言えますので、ここは内申点勝負という位置づけになってくるのが、まあ、その辺かなということになってきます。でただ女の子で、内申点が低いんだけれどもチャレンジで受けに行くんだよということになると38ぐらいを見ていただくと、429点という数字が出てきていますので、400点を超えてさらに上積みをしていって、まあ、430点ぐらいを目標に準備をしていただかないと、ちょっと胸を張って合格というところにはならないですし、仮に400点を割り込んでしまうと、370点どころに、まあ、これ以下だとちょっと厳しいよねというラインが迫っていますので、まあ、380点ぐらいで、合格できるかどうかというヒヤヒヤの受験をするのかどうなのかというところになってきてしまいますので、内申点がまあ低めのお子さんとは言っても38ぐらいを想定していますけれども、38ぐらいの女の子はですね、ぜひしっかり400点はしっかり超えてきてねということが言えると思います。ぜひその辺を目標にですね、あと数ヶ月ですけれどもしっかり準備を、積み重ねていっていただければなと思います。では今日のお話はここまでです。ぜひチャンネル登録していただいてまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。